アニック・デュモンは、フランスのフィギュアスケートコーチ、振付師。シャンピニー・シュル・マルヌのスケートリンクで、同じコーチのペーター・トレントンと共同で男女シングルを教えている。主な教え子に、エリック・ミロー、マリー・ピエール・ルレー、レッィシャ・ユベール、ニコラス・ペトラン、ローラント・トベル、ローマン・ゴゼイブ、フランシス・ガステル、スタニック、ジャネット、ガブリエル・モニエ、バンサン・レステンクール、 フレデリック・ダンビエ、アルバン・プレオ・ベール、フローラン・アモディオラ。フランスの放送局で1992年の国内、選手権、アイスダンス部門の解説に加わる。その後、放送局 TF1 で、専属解説者となり1994年から1999年まで、ジャーナリストのロジャー・ゼイブルとアン・ヌ・ソフィー・トゥ・クリストフィーと共に出演。年からは、フランステレビジョンで、 ネルソン・マンファーットと出演。2005年のエリック・ボンバールハイからは、フィリップ・キャンデロロがそこに加わった。表情競技連盟会長のディディエ・ゲイアゲと結婚していた。現在でも、アニック・ゲイアゲとして表記されていることがある。ありがとうございます。